はい、皆様おはこんこん、どうもソウスケです。プロ野球スピリッツ2015有原康平侍道パート2かな、やっていきたいと思います。多分ね、康平って読むと思うんですけど、違ったらコメントください。ということでね、今回第2戦目やっていきたいと思います。今の成績はこんな感じです。2勝0敗で防御率が 0.00 ということで、今2戦連勝してる状態です。負けてもないですね。すごくいい感じに今来てるかな。難易度はおっとスピリッツまで上がったか、96のスピリッツですね今回は。ということで今回も頑張ってやっていきましょう。まあ早速ねやっていきましょう。うわ、地方球場でソフトバンクを相手にするっていうのはちょっと厄介ですけど、まあ頑張っていきましょう。相手もセッツ投手ということで、まあ、S 対決っていうわけじゃないですけどね、頑張ってやっていきたいかなと思います。で昨日ねこれをアップさせてもらって、でこれおそらく今日撮って今日アップすると思うんですけど、待ってましたとかねコメントいただけて嬉しかったです。ありがとうございます。本当にね、励みになるのでありがとうございます。結構遅くなってしまってね、もう遅いわっていうコメント来るかなと思ったんですけど、いや待ってましたみたいなコメントがあったのでね、やる気が出て嬉しいです。あと有原選手でスタープレイヤーして2桁負けましたっていうコメントもあって、いややっぱり難しいと思うんですよね。僕も初戦はね本当にたまたまいけたようなもんでしたから、今回どうなるかなかなか分かんないですけど、能力はもちろん上がったとは思いますけどね。で今日新聞見たらね、有原選手倍増だったかな、年俸がね。いやすごかったよね。まあ防御率は悪かったですよ。新人王8勝6敗だったかな、まあ、十分だよねルーキーでその成績は。よし、そうだね。じゃあ今日も日ハムファンのための日ハム実況やっていきましょうか。今日は中田選手についてね話そうかなと思って、まあ、中田選手といえばね、僕はその高校時代やっぱりあの迫力のあった感じが思い出しますかね。あれ松方選手はあれだよね、斉藤佑樹くんとかと同い年、1個ぐらい違ったよね、1年ぐらい違ったのかな、なんか全く一緒やったっていう記憶はないんですけど、唐川選手とかと一緒かな。でまあ多分平田選手が3年生の時におそらく1年生やった選手だったと思うんですけど、まあ、背番号13ぐらいつけてたよねその時。その時にあの甲子園の一番深いところにホームラン突っ込んだのをね、危ない今でも覚えてます。うわすごいの入ってきたなって思ったのがね一番あの印象深いかなあの時。でそこからまあ記録更新したんだよねおそらく、ホームランのね高校通算も。で一時期ねプロに入ってからノースタンス打法とかやってましたよね。あの時流行ったよね、 T 岡田選手がそれでホームラン王とか、ガンちゃんでいいのかな、広島の岩本選手とか、結構流行ったよね。あそこのなんていうのかな、うわ内川の応援歌いいな、異常、これだけ異常だよね。させはできお、させるんじゃない、よしよしよし。でノンステップ打法から今の打法、あれよくあの打法で打てるよね、あんだけ高く足を上げて。僕もどちらかといえばね、あの足を上げるタイプのスタイルなんですけど、自分のバッティングするときね、僕と参考になるかって言ったらですね、参考にはならないんですけど、あの一回バッティというか手が下がるじゃないですか打つとき。分かっていただける方は分かっていただけると思うですけどね、あれよく打てるよね本当に。やっぱり今年すごかったのはやっぱプレミア12の時だよね。あの時の中田さんは本当に神がかってたよね。あまり打ち取られる気しなかったもんね。僕もそこまでね見れる機会っていうのは少なかったんですけど、ちょうど話しておけば中田さんにちょうど行きましたけど、なんかこう本当に雰囲気っていうのかな、一番それが分かりやすいのかな、雰囲気が感じられたよね本当に。打席に立った時の雰囲気ね、あれすごかったよね。これからそのシーズンに向けて、まあ調整で開幕ということになると思うんですけど、そのね、うわ入ってないか、そのね、経験を生かしてね、また日ハムもね
引っ張っていってほしいかなと思います。いや今年本当にホームランを取れそうだったよね。最初ガツガツ打ってたもんね。で途中からおかわりくんとか松田とかが、ガンガンでギータとかねガンガン伸びてきて、まあ、結局なんかおかわりくんがこう無難に取っちゃったって感じはありましたけど、毎年恒例のような感じでね、へえ、ありましたけど、あと1本か2本ぐらいでね、松田選手も取れそうでしたし、どうなんだろうね、松田選手ね、うわ、やられた、初失点や、まあ、しょうがない、ソフトバンク打線を0点で抑えるっていうのは難しいですよ。さっきは楽天とオリックスだったので、まあまあまだいけそうだったんですけど、ソフトバンクと西武は僕は苦手ですかね。あと今宮選手は内角低めで絶対打たれてっていうコメントをもらったので点投げません、ボール投げてもボール球、よし、定位置なんだ、そこは前進でいいんじゃないかなと思うけど、プレ、まあ、そうですね、状況によって変わりますが、元々はまあコンパクトなスイングで空振り三振取りたいよね。カーブ得意なんか、スライダーはない、ストレートだな、あー打ちました、やられた。うまかったね。よしよしよし。まあしょうがないね。まあまあいっぱいもすることはもちろんありますし、まあ打線がもし援護でしてもらえればね、またそれはそれでラッキーということで。この悪いボールじゃないと思うんだけどな。くそ。でその中田さんなんですけどね、中田選手を。本当に交流戦ぐらいまでガツガツ打ってたよね。あ、今日もホームランかんだ、あ、昨日も打って今日も打ったんだみたいなところが多かったですけど、まあ、後半ちょっと調子悪くなかったよね。森くんもそうだよね、まあ、党員の話になりますけど、前半すごく打ってたけど後半がやっぱり調子悪かったというかホームランが出なかったよね。結局打率的に見ればね2割8分ぐらい、中田さんも2割7分6分ぐらいだったかな。まあ、悪くはなかったですけど、まあ、良くもなくといった感じ。森くんは十分だったのかなって感じはしますけど、なんかねもうちょっとこうパッとしてほしかったかなっていう感じはありましたけど、お2点返してくれたね。ここは耐える時間ですかね、3回は、やっぱり1回食われるとなかなかソフトバンク打線とは耐えれないね。スマートなるか、ギータであのボテボテがアウトにならないというのはつらいね。さっき盗塁させてるからね。どうだろう、盗塁してくるかな。あとコメントでね、山田くんギータに、並ぶというか次に出るね、トリプルスリーをやってくださいみたいなコメントがあって、面白いなと思ってね。まあそのギータと、山田くんはそういうトリプルスリー企画としてねやらせてはもらったんですけど、どっちも一応成功ということで、まあギータに関しては40本40通りっていうのは達成できたのかな、おそらく。これ無理だね、達成させてもらったんですけど、それ以降30本30通りっていうのは2人は達成したけど、それ以降はしてないよね、おそらく。なんで誰がいいだろうね。パワーもそれなりにあって、ミート力もまあそこそこあって、あそれ落ちるか。で、まあ、ホームランも打って打率も残して盗塁もできるって言ったら、どうだろう、松田選手とか、まあ、ちょうど松田選手いますけど、止められないな、ソフトバンク打線。やっぱりスピリッツのソフトバンク打線強いね。若干その投球の方に集中できないってのもあるんですけど、喋っててね、まあ、それはそれでこれはこれということで、まあ、ちょっとあれかな、投球術が極端かな、でも前回よりは結構ベストピッチも多いんじゃないかな。よし、どうだろうね、そのやるとすれば、おそらくね、 ある程度足が速ければこのプロスピの感じだと3割と30盗塁はいけると思うんですよね。マジで
あ、また内角低め打たれた。忘れてた。見事なホームランです。いやー面白いぐらい点取られたね。こういう回もあっていいんじゃないかな、うん、これを学んで次回からつなげていこう。よし、足が速くて長打力がある。おそらく江越くんとかはねミート力がなさすぎておそらくダメだと思うんだよね。お、いいね。え、もう変えられた。え、ここまで早く降板っていうか負けなくなったし、あ、勝ってこんしいな。負けはなくなったね。いや持ってるかもしれない。まあ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 しょうがないね。こういう時もあるのかな、まあ、新人ですしね、変えられることはあるのかなって感じですけど。いやまさか6回ぐらいも投げると思ってゆっくり話してしまった。まあ、ちょっとここで時間稼ぎだとして話しましょうか。その3割30歩30盗塁、今トリプルスリーを狙える選手って誰だろう。平田選手とかもまあまあいけそうだよね。あ、でもちょっと足がないかな、思った以上に足がないかな。どうだろう、角中選手、あ、清田選手とかいけそうだね。あ、清田選手とかはまあまあありだね。西武秋山選手は若干パワーが足りないかな。浅村選手ならまあいけんこともないのかなって感じですよね。ソフトバンクはまあ出たからいいとして、日ハム、いや日ハムって陽大館かな、日ハムだったら陽大館かな、できるとするなら。でロッテは清田選手でしょう。楽天だと楽天カズオってもう30本も打てないかな。どうでしょう、厳しい。オリックスだったら、オリックス結構いそうじゃない、糸井選手とか。あと誰だろう、パッと出てこないな。中島さん、あ、中島選手はもう足がないかな。でセリーグだと巨人、まあ、坂本選手、巨人だったら坂本さんかな。チョニキでも、まあ、チョニキちょっと能力落ちたからね、難しいかなってことはありますけど、阪神だと鳥谷さんかな。鳥谷さんか、僕が作った高山選手はできそうかなっていう感じはありますよね。で、中日だったら、中日って誰だろう、今。中日ちょっと難しいかもね、今は。DeNA はいるんじゃない、梶谷選手とかね。須郷さんちょっと厳しいけど、梶谷さんかな。梶谷さんなんか面白そうだね。結構コメントにもリクエスト、梶谷さんやってっていうリクエストだったら、梶谷さん面白いね。あとはヤクルト出たからいっか。まあそんなもんかな。そんなもんだね。あ、広島か、あと。広島やったら丸とかかな。まあ、菊池さんでもまあできんこともなさそうけど、ちょっと30分届かなさそうですね。っていう感じかな。なんで、まあリクエストあったらこのコメントに、トリプルスリーやってほしい企画、どれか書いていただけるとありがたいかなと思います。いや、すごくそれ面白い企画だなと思ってね。まあ、3人目、まあトリプルスリーですし、まあトリプルスリーが3人ってのはまたいいんじゃないかな。やっていきたいかなと思います。ということでね、今回はちょっと不甲斐ない形ではありましたけど、負けがつかなかっただけでもいいとしましょう。ということで、次回はそうだね。次回はオリックス戦かな。オリックス戦でリベンジしていきたいと思います。まあ、次回はそうだね、誰の話しようかな。春樹とか、僕、智弁和歌山好きなのでね、まあ、春樹選手大好きですし、まあ、その話でもしていけたらなと。まあ、大谷君でもいいですしね。まあ、好きなように喋っていきたいかなと。いつも通り、ほんわかふんわかやっていきたいと思います。それでね、ご視聴ありがとうございました。また次回も見ていただけたらと思います。それでね、宗介でした。さよなら。